インベルのパンツの竹詰めが実は特別な仕様になっているのでご紹介です。裾が少し硬く仕上げてあるので、このマジックテープを貼り合わせる形で5段階の調整可能です。まず1段階目です。1つ目の、硬い部分を折り込んで、これでまず1段階目です。で次は段階目、先ほどのマジックテープをより奥に折り込んで、これで2段階目です。では3段階目、この状態で少し浅めのところに戻して外側に折り込みます。そうするとパンツのダブルの仕上げでよりもう少し短く仕上がります。くるぶしとか見せたい時のスタイル、この辺りの格好をしていただくと短く見えます。あとは足の長さ少し気になる方だと、さらに折り込んで一番短い状態、これが一番短い状態です。はすると元に戻して一番長い状態です。こんな感じに結構手軽に竹詰めすることができます。ここのマジックテープ、これ硬い部分ですね、これがソックスに当たって引っかかってしまう可能性あるので、履くときは外側に取って、これで履いてください。以上です。